チャンピオンダドマリネは112パウンドでフライ級の制限いっぱいのウエイトであります。一方挑戦者次第は111パウンドで絶好のコンディション。高松宮両殿下と三笠宮殿下もご来場。レフェリー林邦治、ジャッジ伊藤勇、高田光一。グローブは指定の6オンスでやります。右側の女性がマリノ夫人。セコンドに付き添われて両選手、林レフェリーから試合開始前の注意を受けています。かくして午後8時17分電光三段タルリング場に試合開始のゴングが鳴り渡りました。両選手まず左へと回りながらガードを固め、緊張チャンスを伺っています。マリノまず接近してレフトフックを打てば次第巧みにブロックしました。離れた両者依然としてチャンスを伺っています。次第飛び込んで左を打ちましたがミス。相手の強打を警戒してすぐクリンチワークに逃れています。両選手の試合運びはなかなか慎重であります。第1ラウンドほぼ互角であります。両選手やや硬くなりすぎて活発なパンチの応酬は見られません。第2、第3両ラウンドに入りまして、マリノが左の顔面を狙って左ジャブを放てば、左は左ストレートでこれに応戦しています。左はマリノのパンチに対してよくブロックしてクリンチワークに防ぎ、互いにダブルパンチで再三頭を打ち合いました。第4ラウンドに入りました。左ジャブでまず攻勢、マリノ右フックで応酬、次いでマリノ木を見て左から右とワンツーブローで左の顔から腹を狙えば、左またワンツーストレートでマリノの顔を攻めて接近戦。相変わらずクリンチが多く組み合ったまま打ち合っております。この時林レフェリー両選手の間に割って入りました。次第はマリノの出鼻を左右を放って盛んに打ちますが、マリノクリンチに下げております。両者相分かれてチャンスを狙って向かい合っております。次第飛び込んで左を打ちましたがミス、クリンチになりました。今度はマリノ木を見て次第をロープに追い込みましたが、次第回り込んで体勢一転、依然としてクリンチが続いています。この回も両者互角でやります。5回目、次第はマリノの出鼻をステップバックして逃れ、逆にワンツーを入れました。両者睨み合ってチャンスを伺っています。左ジャブを見せました。ついでマリノ左フックで来るのを外して、左は左右のショートフックで応酬しています。第5ラウンドを終わってこれより第6回目、左が攻勢に出ました。左の左ストレート、うまくマリノの顎を捉えました。ついでマリノの全身をかわしまして右のフックを打ちましたがミス。両者クリンチでやります。ついでマリノショートレンジで連打いたしますが、次第も応酬して近距離で両者打ち合っておりますが、この辺り相変わらずクリンチが多く思い切った攻撃は見られません。しかしようやく積極的に攻めようとする気配は見られてまいりました。
ームは第1ラウンド。マリのこの回ちょっと攻勢に出てきました。ジャブ左フックで次第を攻め立てます。しかし次第はクリンチで逃れ離れてチャンスを伺っております。両者依然として互角の体勢でやります。全く優劣はありません。第8ラウンドの開始でやります。両者まずジャブの応酬で引き蓋を切りました。マリノ飛び込んで左右を振るえば次第クインチでこれを防いでいます。今度は次第が左ジャブから右フックで攻勢。この辺りから次第は軽快なフットワークでマリノを追い始めました。次第は攻勢でやります。マリノウィーリングで飛び込まんとするところを次第巧みに捉えて左右フックでその顎をヒット。一方マリノも次第を打たんとしましたが次第のフットワークは誠に見事で全然打たせません。これをきっかけに次第は俄然好調にマリノを打ち始めました。左右を振って盛んにマリノの顎をヒット。マリノ敗退となりましてロープ際に圧迫されました。この次第の活躍に満場は沸いております。依然として次第構成でやります。マリノクリンチにこれを防いでいます。マリノロープ際に詰まりました。次第ウィービングしながらずっとマリノを追っております。しかしながらマリノも反撃がぜん熱戦となりました。かくして第8ラウンド第9ラウンドも次第優勢のうちに終わり、いよいよ第10ラウンド後半戦、わずかにポイントをリードした次第颯爽と躍り出ました。両者にらみ合っております。マリノまず攻勢に出て次第をロープに追い込みましたが次第は軽々と逃げております。フックを打って出ました。ついで右のストレートを打ちなかなかの攻勢でやります。マリノジャブについで右のフックを入れ次第が立ち止むと見るや俄然攻勢に出ております。ジャブで次第を攻め立てなかなか優勢でやります。しかし次第は冷静に戦い、マリノが前進する花を左フックにする右ストレートをヒットしております。しかしこの回10回はややマリノ優勢であります。次第は体力をセーブするためかクリンチに逃れてあまり打っておりません。しかし11回を迎えるあたりから次第は攻勢に出てマリノを圧倒し始めました。じりじりとマリノを追っております。しかしロープに追い詰め左右をマリノの顎に打ち込み的確なパンチを送ればマリノを抑えながらも左右のアッパーで応酬しましたが次第は猛然と攻勢に出ております。マリノを追いに追ってロープに詰めては左フック右のショートストレートを連打。マリノ敗退となりまして次第は全く優勢であります。
ますます好勢であり、満場はゴーゴーとして左への声援で渦巻っています。マリノまた必死の反撃を行っておりますが及ばず、左の若さがマリノの猛攻を圧したという感じであります。かくして13ラウンドもようやく終わらんとして、次第の派遣への希望はようやく濃くなってまいりました。余すところあと1回でやります。マリの体勢を挽回戦として、呆然左ジャブを打って出れば、左逆にこれをロープに追い詰め、クリンチとなりました。マリのも必死のタイトル防衛戦でやります。今度はショートレンジでボディの打ち合いとなりました。このラウンド前半はマリの優勢でやりましたが、後半次第は攻勢に転じ、左フック右ストレートを連打して前半の劣勢を挽回しました。のスタミナもあとワンラウンドを残して、この分なら大丈夫でやりましょう。勝ってきたラストラウンド、両者中央でグローブを交わしました。次第マリノの出花を左右のショートフックで打ちまくり、まずマリノの攻勢を切り、次いでクリンチでマリノの攻勢を逃れました。マリノまた最後のスタミナを狂って反撃、次第もこれに応じて両者ショートレンジの打ち合いから、さらにクリンチに打つらんとしておりますが、この時ついに回収のゴングが鳴りました。選手互いに肩を叩き合って健闘を祝しております。次第のチンステフォンド知念は早くも勝利を予感して、戦い終わった次第を軽々と抱き上げて事故のコーナーに運んでおります。早くも喜びの色を表しております。果たして世界フライ級選手権をかけた熱闘15回戦の判定はいずれに、選手者マリノか、あるいは挑戦者次第か。ついに判定は金賞の差を持って次第に下りました。ついに次第は我が国ボクシング界30年の夢であった世界選手権を日本人の手にをここに実現したのであります。になるから次第、あっぱれなるから次第、次第は喜びのあまりむせび泣いております。恩師さん拍手もまた喜びを顔い